こんにちは、滝沢亮太と申します。今ピン芸人をやっております。ツイッターブログ等やってますので、滝沢亮太で検索をお願いいたします。以上です。ではまたね。皆さんこんにちは。今週も始まりましたユーストリーム番組ありがとうロードプロジェクト第43回、明かりをつけましょうロープラに、hey! 男だらけのひな祭りよいしょ放送でございます。さあこの番組はですね、早速ですけどね、はい、この番組は明日にも道があります。その道にありがとうをつなげていこうと、ここ三鷹市から我々声優役者がメインとなっていろんなことを発信していこうという企画番組でございます。そういうことです。はい、そしてですね、はい、本日のスタジオは、はい、三鷹アニメーションミュージアムスタジオさんです。白い白い白い、まあ、明るいっていうことですね。そうですね、はいはいはい、あ、そうだ、あんだ、すいません、すいませんこの番組はい、いいです。はい、この番組はですね、はいはい、チャット参加ができるんできます。何ですって、はい、ユーストリームさん、ツイッターさんのアカウントに登録していただいて、ユーストリームの我々の番組のトップページから参加ができますので、はい、ぜひぜひ参加してみて、参加してみてください。はい、なお、はい、アーカイブの方でね、チャットさん、チャットをいただいてるようなんですけども、本当嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。なのでね、次はぜひ生放送の時に参加していただいて、我々の、はい、我々とね一緒に盛り上がろうという、そうだね、そういったね、まあ生放送じゃない、アーカイブじゃない、そう、ね、コメントを返してコメントを返してなのでね、ぜひぜひ生放送、はい、今この時間帯に参加していただいて、はい、一緒に楽しみましょう、はい、と願います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは自己紹介いきましょうか。はい、じゃあ一緒にからしょ。はい、どうも、水野貴之です。はい、はい、元気です。あ、それだけ。はい。何その小学生。はい、元気です。はい、熊谷ひろあきです。元気です。元気です。はい。おお、本当にその流れか。はい、桃陽です。元気です。元気です。なんだこれ。俺もなんだと思ったわ。もうびっくりしたわ。サクッとね。あ、サクッとね。はい、時間も限られてるんでね。そうですね。サクサクいきましょうね。はい。はい、じゃあ、次の。コーナーじゃねえよ。コーナー。オープニングなのにね。はいはい、まだまだ。では行きましょう。はい。今週の三鷹情報。さあ今日紹介してくれるのは誰ですか。じゃあ僕行ってみます。はい。はい。ドン。お。ドン。ですね。はい。こちら、見えるかな。はい。法政大学中学高等学校ブラスバンド会第47回定期演奏会。はい。はい、これはですね、まあ開催場所が武蔵野市民文化会館で、なんとですね、料金無料です。はい。まあ主催がですね、法政大学中学高等学校ブラスバンド会なんですかね。はい。まあそうですね、ブラスバンドです。そうですね。はい。ぜひ見に来てください。西さん、地図が。はい、地図が、はい、ここですね。三鷹駅かな、はい、三鷹駅から、まあ、徒歩、あと数分かな、まあ、そうですね。まあ、10分もかかんないんじゃないでしょうね。うん、なるほど。はい。ね、まあ、いろんな演奏聞けるんじゃないでしょうか。ほら、NHK ドラマ、あまちゃんオープニングテーマとか。ね、うん、はい。ねって言われて、はい。はい、というわけでね、ぜひ皆さんで、見に行ってみてはいかがでしょうかと。そうですね、はい、音楽楽しんで聴いてくださいね。そう、ブラスバンドですよと。なかなか音楽ね、でね、確かに機会って少ないしね。まあそうですね、だからもう家族連れやらね、カップルで行くやらね、もうぜひぜひどんどん行ってみてください。せっかく無料ですので。まあそうです、はい、はい、というわけで以上、三鷹情報でした。はい、ありがとうございます。あ、いやー、さあそれでは今週も行ってみましょうか。はい、はい、ありがとうロードプロジェクト、はい、明かりをつけましょうロープロに、はい、男祭りのひな祭り、なんやって、なんやって、放送、はい、せーの、スタート。
時期ファミレストークショーの時間がやってまいりました。はい、トークコーナーです。このコーナーはですね、ファミレストークをしようというところから生まれたトークコーナーです。はい、はい、というわけでですね、今日のトークテーマはまあ、あと2日でですね、はいはい、ひな祭りなんですよ。そうですね、だからひな祭りの話をしようかなと思ったんですが、はい、あまあ見る限り僕ら男性しかいない。あれおかしい。はい、なんで女性がいない。なんで本当だよ。というわけでひな祭りの話をして、何かありますかって言って、はい、いやーこういうことがありました、なんてことがあるわけがないで、わからないですよ。女子力発揮するかもしれないじゃないですか。待って、ひな祭りをガキの頃にそう、なんかありましたかと。いやまあないでしょ。ちょっと羨ましいと思ったけどね。あまあそういう、そうそう、羨ましいとかはあるかもしれないですよ。お祭りあっていいなって女の子は、ね、いやそんなこと言ったら、だからこ、あの子供の日とか、うん、でもさ、子供の日ってさ、あんまりさ男の子っていうよりだ男女一緒にやっちゃうこと多いじゃん。いやまあ、あまあ本当、あまあそうそう、うん、結構、まあけど兜とかさ、まあ、兜とかぶったことないじゃない、まあ、確かに。とかそういうのはあるかもしれないけど、まあひな祭りですよ、うん、あんまりね、な確かに、まあ思い出という思い出はない、ね、まあ、ないので、うん、というわけで僕が提案したいのはですね、はい、もしね娘ができたら、はい、はい、あの我々もね男性なんでね、娘ができたら、そうですね、どういったらひな祭りにしたいかとか、まあ、まあ娘ができたらどういう親になるかっていうのをね、まあトークしていってください。どういうふうにひな祭りをするかか。まあひな祭りするちゃんとしたね、ちゃんと何段も重ねたやつを、なんか5段7段、ね、やるか、うん、またはもうなんかしっそり。さて、もうこんなんで、はぁーって言って悲しくないですか。特に最初の頃やってほしい。子供の頃にそれやられると相当きますよ。いやもう、あの準備するのめんどくさいとか言う、あのそういう親父になるのか、うん、よし10段ぐらいやってよって、そしてあの早く片付けたら、うん、なんか嫁に行きやすいんだったっけな、なんかそうそうそう、残しとくと、残しとくと嫁に行けない、行けない、うんうん、僕はもうじゃあずっと放置しときますけど。ちょっと何その私欲が入ってあるから。娘に嫁に行ってほしくない。ああ行ってほしくないですね。なんでとか、なんで、うん、いやいやなんでって悲しくなるじゃないですか。娘がどっかの、いやそうなんですけど、いや確かにあの自分に娘がいて、うん、なんだろう、お嫁さんに行ってしまうと思うと、うん、切なく悲しいっていうのはあるんですが、やっぱ娘の幸せを考えたら、そうですね、最後は送り出して、うん、なんぼのね親父かなと、うん、そういうわけですが、もう甘いですよ。あ、だから甘いとか言われる、甘いですよ。娘だね、はい、手塩にね、うん、育てた娘がですよ、はいはい、どっか行くんですよ。こんな悲しいことありますかと。いやそうだね。というわけで、どんだけ娘離れできてる。どうよ、ボンマさん。え？娘ができたら。娘ができたら。まずひな祭りどうしたい？ひな祭りはね、まあうちでもその壇を飾って人形を飾ってみたいなのをやった後に、うん、さらにもっと大きななんかイベントみたいなのあるじゃないですか、毎年どっかで。あらあら、うんうん。そういう大きいところに娘を連れてって。ああ、こん世界にはこういうあれもあるんだよ。世界で日本には結構でかい、はい、日本にはこういう大きいやつもあるんだよ。あ確かになんか、なっつって、あるあるある、なんか大きめのね神社みたいなとことかですね。そう、うん、ああ、じゃあもう結構なんか手間かけて、そうですね、やるわけですよ、ね、西山は何がですか、ひな祭りですか、うん、そこまで言うならね、いやすごいことをやるのかな。そりゃそうですよ。どんなことすんの。いやまずまずね、うん、まあ正直な話、うん、あんまり娘欲しくないと。あ、まあその悲しい思いするぐらい。そうですね、うん、娘、息子だったらもうあのキャッキャ結果、まあほっといても育つからね。そうそう、うん、元気に育ってくれればいいわけですよ、息子だったら、うん、娘だったらですよ。確かに、まあでも言ってることは分かるんだけどね。でもいたとしたらどんな、いたとしたらひな祭りですか。あ、はい、いたとしたら、まあまあ、まあ、やっぱもう結構でかい、でかい、いやけどね、家のこと考えるとね、5段ぐらいがちょうどいいと思うんですよ。まあね、大手ね、うん、でっかいね、スーパーじゃないやね、ね、有名デパート行ってね、そうだね、うん十万するようなね、ひな祭りだね。まあまあまあ、買ってあげるとするわね。、はい、で、まあ、
で、まあよーしよ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 し、あれ嫁に行くなよぐらいの感じで小さい頃からそのことを言い聞かせて、パパだけ見てろって。そうそう、男なんてみんな狼だからね。パパも狼じゃないかとしたら、え、パパは狼じゃないよっていう、ただの犬だよって、うん、ただの話が脱線してってますよ。話戻って、まあそうだね、まあひな祭りも普通にはね、やらせてあげたいですよね、やっぱり、うん、え、でも、ね、すごいっていうこと普通だよね。普通、ね、すごいっていうのが人生ここから変わるのかなっていうね、うん、娘のためにそこまでできませんよ。あれ矛盾がちょっと生じ始めたんですけど、何なんだこの人は。あのね、うん、まあその娘をね、多分溺愛するだろうなっていうのは分かってるんですけども、はいはい、経済的に無理じゃないですか、そんなもの。まあね、現実を見るとはい、そこは現実を見ますよ。なるほど、ね、まあ娘のためにはやるけど、まあ、できる範囲もあるよね。できる範囲までだね。なるほどね。そんなもう、あの、俺が金あったら多分娘のためにあの結構な、なんだ、もう結構な、結構ダウン、もう天井に届くと差し込み必要なんじゃねえぐらいな感じの、うん、ダウンやらせますよ、それは。金がありゃね。絶対嫁に怒られるパターン。いや、嫁さんとね、まあまあ、片付けるの大変だろ、それね。片付けませんよ。片付けた、わかった、わかった片付けませんよ。私宅では片付けない。片付けたら大変だな。娘を嫁になんて行かせませんどんだけ。あ、チャットですか。何ですか。ありがとうございます。いつも多分入ってもらってる方だと思うんですけど、西庵さん、うん、娘がいる雰囲気ですねって。あれ、あ、今はいませんね。多分ね、いたら打ち合わせの段階でのろけしか聞かないの。そうだね、自己紹介のためにこの写真を見せたりとかしますから、そろそろ打ち合わせしていいかな。今がね、こう可愛いんだねって。娘よりも息子の方が欲しいですけど。ああ、どっちがいい、娘と息子。あ、でも難しいね。どっちもありです。あ、本当。じゃあ、え、息子だったらすくすく、そうですね、一緒に野球やりたいです。あ、じゃあ娘だったら。娘だったらもう溺愛します。一緒じゃん。一緒に。ここまで行くかは分かんないけどね。ここまで行くかは分かんないですよ。あ、結構今期を遅らせるとかそういうのはしないですけど、なんか、友達とかと話すと、うん、なんか娘ができたらどうしたいかって言ったら、やっぱりなんか聞かざりさせたりとかね、そういうことをやらせたいとかいう男子が友達とかいるけどね、うん、まあ、うん、俺もそうだけど、うん、まあ、大体そんなもんだよね、男はね、うんうん、まあそうなんだけどね、子供に当てても自分の子供だけ OK みたいな。たださ、その時だけじゃん。まあね、その時だってね、可愛くしてもね、うん、結局は嫁に行くんですよ。そうですね。悲しくないですか。で、そうだけど、もうとりあえず娘ができて、うん、一番最初に彼氏もし連れてきたとしたら、はい、僕は絶対会わないですから。あ、会わないですか。そんで会ったとしても、会って結婚とかなって、うん、結婚前に挨拶に来て、うん、お父さんって言われたら、うん、急にお父さんと言われる筋合いはないって絶対言う。ただ言いたいだけじゃねえ、それ。言いたいじゃねえか。絶対言うから。うん、うん、もうそこ覚悟しとけよ、その、あの、俺の将来の娘の嫁の夫になるやつな。まだ生まれてないと思うよ。うん、そうね、生まれてないよ。まだ生まれてないと思いますよ。まあでもちょっと、あのね、僕ら的にもね、彼に娘ができるとね、あの、扱いにくいよね、彼はね。確かにね。いや、もう、なんだろうね、あ、もうちょ、近寄ったらダメだよ、ああいう男の人たちに。じゃあ連れてくんかよ。ここでなんか、なんか敷いてるから、キープアウト。パパの仕事を見せるっていうね。なるほど、キープアウト。もう離れたくないんで、きっと。いやいやいや、え、どうね、あの男と女。俺だったら、どっちかっていうと男の子欲しい。ああ、まあまあまあ、全然両方欲しいんだけど、うん、これもモンマーチと一緒で、うん、息子と一緒にやりたいことがいっぱいあるから、うんうん、それがあるから、まあ、息子の方が欲しい、うん、はいはいはい、うん、まあね、息子と一緒にね、なんかやるっていうのはね、うん、まあ、賛成派ですだよね。河川敷でキャッチボールしてるスポーツいいね。あ、もう僕は何でもいいですよ、スポーツでも、あの、ゲームでも、ね、ゲームでもね、家でもゲームやって一緒に、うん、まあ、でも僕の父親がそんなゲームやんなかったんで、あ、そうなんだ、一緒にゲームあんまりやった記憶がないんですが、だから僕は息子ができたらもう一緒にこうやってコントローラー一緒になって、ほんで、あの、桃鉄とかやった時に喧嘩になるかもしれないっていう。まあ、桃鉄はエッチして誰とやっても喧嘩になるんですけどね。そうそう、息子が、お前、あの、貧乏神つけたら分かったなって。あそこ負けてやる気はねえんだ。
なんで負けないといけないんですか？負けすぎやねえかい。俺なんかうまく最初競ってて最終的にはちょっと譲ってあげるかなとかそういうのない？はあ、ないですね。子供かよ。息子にはないですね。なんだろう、大人げなさ全開なんだ。娘にはそのじゃん。当たり前じゃん。ぷよぷよなんてもうなんかはぷよぷよとかテトリスとかそういうパズルゲーム一緒にやるとしたらもう、うん、速攻でタン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 って終わらせると、うん、露骨にバレるじゃねえかそれよ。パパ下手すぎってなるわ。ごめんってなっちゃうかもしれない。めんどくさいわ。いや、もうね、うん、娘か、なんかね、うん、今そう話してね、なんか悲しくなってくるね。早いね。早い早い。まだできてもいないのに。ちょっともう想像しちゃったよ。え、そもそも西庵今結婚の予定もないでしょ。全くないね。でしょ。早い早い。もう想像ってかもうそうだ。いや、もうね、本当そういう話でね盛り上がる中ね、ひな祭りですよ。はい。ね、周りでいますか、なんかひな祭りでなんかこんなことやってましたよみたいな、あの話とか。奇抜なことしてる人っていないね。ね。うん。やっぱいない。いない。だって結局身内でもやっぱりあのその女の子に綺麗な着物を着せて、うん、やっぱね三段とか五段とかのひな人形を飾って、ね、まあ大きめの神社かなんかに、うん、まあ行くみたいな。ああ、そんなぐらいしかっぽく。まあそうだね。俺妹いるけど、うん、そんな大層なことしたことない。あ、そうなんだ。妹いたんだ。いますよ。一人っ子じゃないんだ。いますよ、妹が。妹だけ、下だけ？うん、下だけ。へぇ、そうなんですか。うん、全然。お兄ちゃんか。お兄ちゃんだよ。そっか。それっぽいじゃん。そう。ちょっと待って。お兄ちゃんじゃん。西庵お兄ちゃんか。想像するとなんかずんとなんだ、なんでだ。まあ、あの、すくすく育ちましたよ。そう、そういう未来もありえるぞ。あ、まあそうだね。話をしましたね。いやいいね。娘の話だけで、うん、結構ね。いろいろ言いたいことはあるんですかね。泣きそうになったしね。ちくしょう。そうそう、あの悲しいね。まあね、ひな祭りトークでしたよ。はい。すみません、なんか、はい、あの私事ばっかり喋っちゃいました。すごかったですね。熱くなっちゃったね。確かにそうです。娘のことになるとそうなるんですよ。男ってのはね、うん、男ってそんなもんなんです、うん、はい、はい、以上ひな祭りトークでした。はい。チャットが、あ、なんすか、妹さんがお嫁にいたらどうなるんだろう。ああ、全然もうだって嫁に行ってますから。あ、もう行ってるんだ。行ったらもう、あ、でもそこは何も感じなかった。全然。おお、だって妹じゃん。そっか、娘と妹は全く感覚違う。全く違いますね。もう妹さんの子の早く嫁行けぐらいなんですけど。というわけで行きましたと。はい、はい、はい、じゃあ以上ファミレストークショーでした。はい、はい、じゃあ皆さん、皆さん違うわ。はい、いったチームです。はい、どうもコンパス中島でございます。毎月ですね、1日から19日まで浅草東洋館にてですね、漫才協会漫才大行進が行われております。師匠から若手までですね、ナイツを人に U字工事や、ダブルコロンなども、出演いたしますので、ぜひともですね皆様足を運んでいただきたいと思います。あとですね、ぜひ千葉の方にお住まいの方はですね、コンパスの松尾流山探偵団、そしてデイリーニュース金曜を担当しておりますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あとですね、富山ではですね、ゆうどきタイムという番組に富山テレビ出ておりますので、毎日月曜から金曜出ておりますので、ぜひそちら見ていただきたいと思います。ありがとうございました。告知でございます。はい、それでは番組告知とスタジオ告知よろしくお願いします。はい、では私からいきたいと思います。はい、はい、ね、見えるかな、近いかな。はい、はい、本日使わせていただきました三鷹アニメーションミュージアムスタジオさんです。はい、ここではですね、あの本当に僕もやってるんですけど、ラジオの収録とか、まあそれ以外レコーディング、まあ、あとスタジオがいろいろあるんで、ダンススタジオとかでも使うことができるんで、よかったら使ってみてください。そして、はい、来週使いますスタジオ RI さんです。こちらはね、あのここと雰囲気が全く違ってね、あのイベントをやるのに適してる感じの、はい、スタジオなんで、そちらも合わせてご利用ください。はい、さらにさらに僕らの番組です。デレン、はい、ありがとうロードプロジェクト、毎週土曜日13時から30分の生放送です。
見てねー。よし、はい、さあというわけでね、はい、個人告知、はい、行きましょうか。じゃあ西山から。はいよ。はい、どうも西園孝之です。はい、ですね、再来週ですかね、劇団21世紀フォックスの研修所公演がございます。それでですね、僕音響やってますんで、よかったら見に来てください。お、詳細はホームページで続きはウェブでそこ最後はしょるですねはい、そして改めまして熊谷博明です。ツイッター、フェイスブック、ブログやってます、うん、はい、くまひろの、宝箱トレジャーブログやってるんで、よかったら見てください。そして今月からラジオを新しいのスタートします。よかったら聞いてね。もんまようです。やってます。ツイッター、フェイスブックとやってるのでフォローのほどよろしくお願いします。最近ね、あの体内時計がね、おかしくなっちゃってね、なんかね、調子がね、うん、思ったようにね、サイクルしないんだよね、うん、なんか一回崩れるとね、あの治るまで時間かかるよね。そうなんですよ。自分でどれもなんないし、まあなんで狂ったかによりますけどね。まあ、そうだね、うん、まあちょっとね、あのストレスというか、ちょっと情緒不安定になる瞬間があったんだね。あるんですね。あ、ストレス感じることあるんやね。何僕は人間だ僕も人間だむしろ西谷に言いたいんです、その一言で。何がストレスか。いやいや、もうストレスの塊じゃないですか僕って。よくわからないな。はい、さあチャットが。あ、どうでしょう。さっきの話で違うんですね。勉強になりました。西谷さん以外お二人はどうなんですかね。というと妹、ひな祭り、娘とかひな祭り。ああ、そうだね。そうだよ、全然喋ってくんないから。いや、一人で喋るのね。詳しくはね、詳しくはあのブログの方にね、まあいろいろ書きますね。時間はね、よかったら見てください。はい、というわけでございました。はい、あ、それじゃあ、うん、次回予告の方。そうだね、行きましょうか、うん、はい、ですね、まあ次回予告はですね、来週はですね、まあ翔さんが関わってます。翔さんが関わってるってことはあれです。そうですね、はい、あれが来るんですね。モンマッチの大好きなものが、はい、あれが来ますね。やったー、乞うご期待です。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、さあというわけでね、うん、今週も30分経ってしまいます。うん、前までしたね。そうだね、うん、それでは心惜しいですけどね最後あれ締めたいと思います。はい、それでは最後に、うん、あ、これはもう言ったな。なんでなんだよ。ダメですね、もう流れに耐えちゃダメなんですね。ダメなんです。体内時計と狂ってるからね。自由に最後に言ったけどね。そうだよ、自由にやって、はい、それでは、今週も見てくださって、ちゃんと参加してくださって、うん、本当に、せーの、ありがとう。